ピラメキパンダならぬピラメキティガーことゆかないです。よろしくお願いします。すいません、僕は朝コーヒーを飲まないと喋れないので。というわけでですね、サムネにもあるんですけど、日経を辞めて独立された後藤さんとテレ東を辞めて独立した高橋さんっていうのでね、すごいいい写真なんですけど、これからも成功して幸せになっていく2人の写真って感じなんですが、高橋さんが、まあ当たり前なんですけど、いきなり事務所とかね、構えられるわけもなく、最初は自宅のね、仕事部屋みたいなところで、会社がね、フリーランスというか、事業がスタートしますっていうのが、感慨深いんですけど、とにかく僕も会社辞めて、何年になるんだ、2、3年になるんですかね。めちゃくちゃやっぱ時間が増えるんですよ。その、会社の就業時間とかもないし、出勤時間とかもないので、なので、時間はすごいあるんですけど、やっぱり、自宅で仕事となるとですね、例えばもう、子供が帰ってきます、学校から帰ってきますとか、奥さんが帰ってきますとか、じゃあ、ご飯食べますってなっても、それは自分のタイミングじゃなくて、家族のタイミングで入ったりとか、あ、風呂入って、とか、そういう意味では、家族との時間も増えるんで、仕事の時間もいつもの店舗じゃ仕事できないかもしれないですけど、で、高橋さんも、やっぱり仕事がすごい好きな方だと思うので、最終的には、もうね、お金をすごい稼がれると思うんで、僕と違ってね、事務所とかを借りるようになるとは思うんですけど、僕もちょこちょこ、新宿とかにね、マッサージルーム兼事務所みたいなの借りたら、みたいなことを奥さんとかに言われたこともあるんですけど、ね、そんなに景気良くないんでね。はい。で、あとね、ずっと家にいると、最初は、うわーただーって僕も喜ばれたんですけど、いよいよね、毎日いると、いろいろ言われるんですよ。大丈夫なのみたいな、そんな家でずっといてとか、むしろ奥さんがちょっと一人になりたいんだけど、みたいなね。そんな感じもあったりもするので、最初は喜ばれるんですけど、笑われるんですけど、いつもいない人がいる、みたいな感じになるんですけど、最終的にはね、ちょっと煙たがられたりもね、しょうがないんですけど、やっぱパパはするのですよ。とにかくですね、今はもういろんなもうお偉い方とか、元日経テレ東大学に出演していた方とか、いろんな方から連絡が来てたりとか、高橋さんが連絡してたりとか、今いろいろね、整理して多分準備されてると思うので、高橋さんの Twitter とか、大注目ですね。多分 Twitter 以外に多分高橋さんが持ってるプラットフォームってないですよね。なんかインスタとか TikTok とかはないですよね。はい。なので、最新情報は Twitter に上がると思うので、注目してみてください。というわけで、ピラメキティガーことゆかないでした。はい。ありがとうございました。